困ったわ。ラペットおじいさんと約束したのに。あら、まあ旅の方ですね。ようこそ童話の里メルサンディ村へ。私はアイリと言います。そうだわ、お強そうなあなたになら私の悩みを解決していただけるかもしれません。私、紙芝居をしているラペットおじいさんにパンを焼いてお届けしますねって約束したんです。ですが、この家で蓄えていた小麦を悪い魔物さんたちが盗んでいってしまって。旅の方、お願いです。魔物さんたちから小麦を取り戻してきていただけませんか。まあ、ありがとうございます。お優しいんですね。盗んだ魔物さんたちはメルサンディ国葬隊にいるはずです。犯人をやっつけたら小麦を落とすでしょう。その小麦を集めて束ねたらパンを焼くのになんとか足りる量になると思うんです。ついでと言ってはなんですが、村の北西のメルン水車号で小麦を引いてきていただけると嬉しいです。どうかお願いし、私はお部屋の中でお待ちしていますね。
帽子は役に立たねえですよ。つっぷりですよ。行きましょう。負けられないわ。Thank you.
ラペットじいさんの紙芝居が始まるよ。ラペットじいさん待ちくたびれたよ。ほんとよ、今日はやらないのかと思っちゃった。それはすまんかったの。発声レースに手間取ってね。ささ、旅人さん、もっと前へどうぞ。おふん。それでは、わしの一番の親友、パンパニーニの傑作童話。小さな英雄ザンクローネの物語第3話始まり始まり。さてさて、さらわれた姉を助けにおどろおどろしゅい地下水路にやってきたラスカ少年と不思議な旅人。ズシーン。大きな音がしてね。ラスカ少年の後ろに手の化け物が降ってきた。震えるラスカ少年、力いっぱい叫ぶよ。ザンクローネ様。すると不思議な旅人の持つ宝石がピカリと光った。待たせたな、坊主。ザンクローネ様は魔炎の大剣カリン刀を振り回し、恐ろしい手の化け物をザグーメゴメゴーとやっつけた。そして最後に決め台詞。どんな時も希望は捨てんな。メルサンディ村は俺と共にある。こうして手の化け物は倒され、姉のミシュアは助かったわけだね。さて、小さな英雄ザンクローネの物語第3話はこれでおしまい。何度見てもザンクローネの物語は面白いな。ねえねえラペットじいさん、この続きは？続きはないの？すまんが、続きはないんだよ。さあさあ、今日はこれでおしまい。経験した騒動と全く同じじゃねえか。
私も。なんで？あの村での出来事は全部作り物だったはず。なんで紙芝居に出てきてるの？おかえりなさい。ラペットおじいさんにパンを届けてくださるの、ここから見えていました。無理なお願いを聞いてくださって本当にありがとうございます。ささやかですが、こちらはお礼です。村の宿屋さんのVIPルームを予約してくれたので、お使いくださいね。旅の方、ラペットおじいさんは何かおっしゃってましたか？まあ、ザンクローネの物語の続きがないのが残念だと。ちょっとお待ちくださいね。メルサンディ村を深く愛し、村を舞台に英雄の物語を書いたのです。小さな英雄さんの活躍する童話は村の皆さんに親しまれ、生前に第3話まで発表されました。そしてこれがおじいさまが残した小さな英雄ザンクローネの物語の幻の4話です。けれど、悲しい結末が書かれているので、皆さんにはお見せできなくって。だからラペットおじいさんの夢は叶えてあげられないんです。そうだわ、私ったらうっかりあなたの
お名前を聞き忘れておりました。何とおっしゃるのですか？その名前、おじい様の童話に出てくる不思議な旅人さんと同じ名前だわ。不思議なご縁ですね。またお会いできたら嬉しいです。嫌な予感がする。私がミシュアとして暮らしていた村と小さな英雄ザンクローネの物語は間違いなく何か関係がある。あれだけ同じだとね。あれに続くお話が悲しいものだとすると、ひょっとしたら偽のメルサンディ村にも良くないことが起きるんじゃ。そうは言っても偽物は大魔王の作ったガラクタなんじゃないですかい？でもそう思えなくなってきたの。この真の世界と何かつながりがあるなら。相変わらず僕にはよく見えませんが、これは運命の振り子の導きかもしれません。ねえねえ、紙芝居の話ならこの村の子供たちがもっといろいろ知ってるんじゃない？そうだな、もうちょっと詳しく調べてみるか。
Thank you.